泉佐野駅前の、月謝制のネイティブ英会話教室 GI テックからまた選手編を英語で、発信させていただきます。今日のお題は、これ、まあ一部の地域でしか言わへんのかもしれないんですけどね、わっしょーと、まあびっくりした時に言うかな。まあ、どちらかというと悪い時。まあですから、まあ英語にしちゃうと、オーマイガーとなるんちゃうかなと思います。はい。はい、私が被っているこちら、泉佐野市の公式キャラクターですね。犬鳴きのフェイスシールド。これも泉佐野町どころリンク、町どころとかでも売ってます。もちろん GI テックでも売ってます。なおですね、GI テックのホームページはこちら、選手英会話で検索していただくか、QR コードからアクセスしてください。以上です。またお会いしましょう。バイバイ。